海外旅行を100倍楽しむために、今回は海外で車を運転する方法について紹介します。めちゃくちゃ簡単なので、この動画で海外での運転楽しんじゃってください。こんにちは。会社員を辞めて夫婦で世界旅行をしているゼオ家の冒険です。私たちのチャンネルでは一生に一度は行ってみたい場所を回りながら現地の様子を発信しています。今日は視聴者さんからいただいた質問に答えるシリーズ第1弾として、海外で運転しているシーンよく見ますが、国際免許どうやって取得したんですかについてお答えします。海外では日本よりレンタカーがめっちゃ安くて、高級車も簡単に借りられるから慣れておくとめっちゃ便利。 So it's a very gorgeous rental car shop. Very gorgeous rental car shop. I haven't seen. 今日はね、今僕たちはフランスのね西部の方を目指して車でね移動していきたいと思います。フランスの西部はモンサンミッシェルがあったり、あとエトルタっていうね大自然があったりするんでね、そういったところねドライブでガンガン攻めていこうと思います。そして今日はね、なんとじゃーん、今日のサプライズ、こちらのね今日はベンツをレンタルすることができました。このベンツはねめちゃくちゃ安い1日だいたい7000円ぐらい、普通のコンパクトカーが5000円とか4500円ぐらいだったのが、こいつがね7000円で借りれたから、いやもう借りる気がないしみたいな今日はねこいつでバンバン攻めていこうと思います。じゃあ行ってみますか。特に45度まで上がるドバイとか、田舎をゆっくり探索したいヨーロッパとか、車あるとすごく快適だから、日本で免許持ってて普通に運転してる人は知ってるに越したことはないと思う。ってことで、国際免許の取り方だけではなく、各国の交通ルールの注意点、レンタカーの借り方まで、私たちが現地で体験した内容を紹介していこうと思います。まず免許については、初めての人は英語をマスターして、海外の交通ルールを覚えて、筆記試験そして実技試験を海外で受けてようやく取得なんて想像しちゃうよね。実はそんなこと全然なくて、日本で運転免許持ってる人であればお近くの免許センター行って5分くらいでもらえます。手続きのみで講習も試験もなんもないんだよね。日本の手続きで運転できる国は警視庁サイトのジュネーブ条約締結国一覧に載ってるから、最新情報はそちらを見てほしい。アメリカやヨーロッパ、東南アジアとか旅行で行くような国は大体運転できると思うけど、サウジアラビアとかカタールとかは入ってなかったりするから、念のため確認してみてね。ここまで知ったあなたは、手続きってそれだけ？じゃあ一体結局どうやって海外で運転できるようになるの？ぶっつけ本番なの？って驚くと思うから、次に海外の交通ルールについて紹介するね。海外での交通ルールは基本は日本と同じと思ってもらって OK。 日本と大きく違う点は2つあって、左ハンドルの場合は右車線で運転することと、環状交差点いわゆるランドアバウトの回り方を覚える必要があるってことかな。まず左ハンドルだけど、アクセルとブレーキは右ハンドルの場合と全く同じで、ウインカーとワイパーが左右逆だから、初めはよくウインカーつけようと思ったらガシャガシャ動かしてたなんてことも多かったな。それでも危険なことにはならないので、落ち着いて運転してください。次に環状交差点についてなんだけど、海外の交差点では日本みたいな信号で待つタイプの信号じゃなくて、信号のない円形のロータリータイプのものが多いの。まず環状交差点に差し掛かったら一時停止、先に回ってる車が絶対優先だから割り込まないように要注意。安全が確認できたら交差点に進入して、自分が向かいたい出口でウインカー出して降りる感じだね。海外だと慣れない場所で運転するから、あらかじめ環状交差点がどっち回りかってのと、どの出口で出るのか確認しておくことをおすすめするよ。回る方向は左車線の場合は時計回り、右車線の場合は反時計回りなんだけど、基本的に乗ってる車線を自然と前進してると回れる構造になってるから、ちゃんと前方確認してればここまで意識して覚えなくてもいい気がするかな。以上、大きく覚えておくべき海外の交通ルール2つだね。細かい話だと国ごとにローカルルールもあるから、旅行行くまでにネットで調べておくと安心かな。私たちはこれで運転慣れて、ドバイの砂漠もアメリカの大地もアイスランドの吹雪も特に問題なく運転できるようになって、旅行がぐっと楽しくなったよ。おはようございます。おはようございます。あっち見て、あっち見て、わー、ちょっと開けます。やばー、近い、すごい。レンタカーで向かってます。今朝日が見えて、このラブバレーにいるんですけれども、めちゃくちゃ綺麗で、球場で多分最も綺麗なうちの景色の一つかなと思います。この通り超綺麗、やばいよね、色やばい、見や朝日、朝日、地球もすげえ近くて、スリルもめちゃくちゃやばいです。超綺麗だよね。めちゃめちゃベストだね。最高でございます。
次にレンタカー借りる方法なんだけど、これはいろいろやり方があって、私たちはブッキング .com で調べるか、 Google マップで直接近くのレンタカー屋さん探して、公式ホームページから予約したりしてるね。海外のレンタカーはベンツとか BMW とか、日本だと高級な車でもお安く借りれるところも魅力だよね。レンタカー借りる時のポイントとしては、その国のガソリンのタイプと緊急連絡先を確認しておくといいよ。ガソリンのタイプは日本でいうとこのレギュラーや廃油の呼び名が国によって全然違うし、当然車種によっても変わるから絶対チェックしておいた方がいい。ちなみにレンタカー借りるときに限定どうしてるか疑問に思うと思うんだけど、これは本当に考え方とか運転スキルによって変わってくる。私たちは運転得意で、事故はこれまで一切したことないんだけど、最初ドバイで運転したときは怖かったからフルでつけて、中盤ロンドン、パリ、アメリカではもう保険つけずに運転してたね。Oh my gosh. 道端に牛さんがいるんだけど、ちめっちゃ見とる。いやーすげー、ユタ州に来てからわけわかんない体験が多すぎる。海外のレンタカーは日本と違ってナビがない車が多いんだよね。 Google マップのナビをフルで活用して運転することになるから、あらかじめエアコンにマウントできるこういうグッズを準備することを激しくおすすめするよ。知らない海外での旅行って疲れるから、事故を避けるために夜の時間を避けて日中運転したり、無理のない計画を立てるのも非常におすすめだよ。ということで、以上が海外で車を運転するやり方でした。実際日本でもそうだけど、運転って慣れて覚えることも多いから、あまり怖がらず現地で徐々に慣れていくっていうのをおすすめします。コメント欄いつも楽しみに読ませてもらってます。世界旅行で気になることがあれば遠慮なく質問コメントしてもらえればと思います。それでは、人生は自己実現と家族孝行、強家の冒険は続く。